我らの時代は、大江健三郎の長編小説である。1959年7月、中央公論社より書き下ろしで刊行され、同年には映画化もされた。その後、中高文庫、新潮文庫より文庫化された。目むしり小内に見られるようにみずみずしい文体で、牧歌的な少年の世界を描いてきた大江が、虚無的な若者と、 プロデスクな性を描き始めたキャリア上の転換作で、あるが、大江自身のこと、この小説は、村八部の節死ら娘のように、ほとんどあらゆる批評家から、嫌をされていたのとおり、批評家からは、厳しい批判を受けた。仏文化の学生である、南康尾は、外国人相手の中年の娼婦のより子と同棲して、不毛な成功を繰り返している。その生活に倦怠して、 虚無的な考えに取り憑かれている安尾にとって唯一希望と思われるのは日仏の相互関係をテーマとした検証論文に当選してフランスに3年間留学する機会が与えられることであった。南安尾の弟のシュゲルはジャズトリオ不幸な若者たちでピアノを弾いている。虚無的で無軌道な彼らは刹那の興奮を求めて天皇の車の手前で 手榴弾を爆発させる事件を起こして、日本中を震撼させることを思いつく。いざとなるとおじけついて、計画を実行できなかった彼らは、その後ある経緯から手榴弾使って度胸試しをする。それにより、メンバー二人は死に、警察から逃亡する過程で、しぎるも死ぬ。検証論文が当選して、安尾に、フランス行きの機会が与えられる。 安尾はより子から妊娠を告げられて、フランス行きを引き止められるが、より子とのただれた生活にうんざりしている安尾はそれを受け入れず二人の関係は終わる。安尾は大学の友人で、左翼活動家のヤギ沢を介して、アルジェリアの民族戦線のアラブ人と知り合って、彼に共鳴している。安尾は彼との連帯の意思をフランス大使館員に示し、結局は、 フランス留学の機会を失う。康尾は八木沢から左翼活動へ参加することを提案されるが、康尾はその活動に対して熱情を持つことはできず参加しない。八木沢とも疎遠になる。唯一の希望の徒仏を不意にした上に、同性相手、弟、友人を失った康尾の頭に残った唯一の主体的行動として自殺をする考えがよぎるが勇気を奮い起こせず。 実行には移せない。偏在する自殺の機会に見張られながら、俺たちは生きてゆくのだ。これが、俺たちの時代だ映画版は1959年11月25日に公開された。ありがとうございます。